まず得意のかかと落としをスイッチして蹴りました。下ろした足でローキックを蹴り込みます。今のですね、かかと落とし、そして、誰もがかかと落としに注意します。意識が上に向いた瞬間、スーパーパワーのローキックを足にぶち込む。アンディはこのテクニック一つで世界大会の決勝点を目指すなと言っても過言ではないと思います。